皆さんこんにちは。中日ドラゴンズで活躍していた三俣大輝さんですが、2022年11月10日ヤクルトが獲得を発表しました。三俣さんは2010年のドラフト2位で修徳高校からオリックスに入団。2014年途中に中日ドラゴンズへトレードで移籍しました。今季はレギュラーを剥奪された京田陽太内野手の代役として昨季に続き自己最多タイの58試合に出場しましたが、10月に戦力外通告を受けていました。そんな中日ドラゴンズを戦力外となりヤクルトに新加入した三俣さんですが、心境の変化があったように思われます。今回はトライアウトや新加入後の心境の変化、経歴までご紹介したいと思います。まずは三俣さんの経歴、プロフィールを紹介していきます。生年月日1992年5月11日出身地東京都葛飾区、身長177センチメートル、体重84キログラム、投球打席右投げ右打ち、ポジション遊撃手、二塁手三塁手、年俸1200万、プロ入り2010年ドラフト2位。6歳の時に岡田彰布選手のサインボールでキャッチボールしたのをきっかけに葛飾アニマルズで野球を始め、中学時代は江戸川南シニアでプレーしていました。その後私立修徳高等学校へ進学し、高校時代は実は投手でした。エースで4番というチームの大黒柱だったそうです。修徳高校といえばドラゴンズ OB の酒井忠春さんを思い出すファンもいらっしゃるのではと思います。三俣さんの高校時代の成績は、2年夏に都大会ベスト8、3年春は都大会準優勝など徐々に頭角を現していきます。3年夏の都大会決勝戦では7回に自ら逆転タイムリーダーを放ちますが、8回に足をつってしまい降板。その後サヨナラで敗れてしまいます。甲子園には残念ながら縁がなかった三俣さん、打者としては高校通算18本塁打を記録していますが、その当時は投手としての活躍が目立ち、球威制球が抜群で打球が飛びにくい球筋だったとスカウトが評価しています。高校時代は東東京のプチ松坂と呼ばれていたそうです。最速149キロメートルのストレートとスライダーを投げ込む本格派投手という平成の怪物、元大リーガー松坂大輔さんバリの投球スタイルであり、中学時には同じ江戸川シニアに所属していたからだそうです。その当時の体型も三俣さんは身長177センチメートル、体重83キログラム、松坂大輔さんが身長179センチメートル、体重75キログラムとがっしりとしたところも似ていたそうです。おまけに三俣さん曰く、中学時代は顔も似ているとよく言われたそうです。これだけ材料が揃っていれば松坂2世と呼ばれてもいいとも思いますが、三俣さんの高校時の最高球速が149キロメートルだったそうで、松坂大輔さんの151キロメートルに少し及ばないのが遠慮気味にプチ松坂と呼ばれるようになったのかもしれませんね。ここは大きく松坂大輔の再来と出てほしかったものですね。そして三俣さんはオリックスバファローズからドラゴンズへと移籍してきた選手です。投手として評価の高かった三俣さんですが、オリックスバファローズが野手としての将来性を高く評価し、2010年にドラフト2位で入団しています。10年の時を経てドラフト1、2位入団の高校生野手がドラゴンズに入団というのも、運命というのかご縁というのか、これから野球選手として円熟してくる年齢ですので期待したいですよね。その後三俣さんは2014年7月29日に岩崎恭平内野手との交換トレードでドラゴンズに入団しています。ドラフト2位入団の高卒野手が4年目でトレードに出されるのは珍しいことではありますが、
そつなく内野、遊撃、二塁、三塁を守れますし、バントがうまいのも好感度が高いですよね。スーパーサブとしての存在感は、立浪和義監督もかなり重用していました。続いてトライアウトについてですが、プロ野球の12球団合同トライアウトが2022年11月8日、宮城県仙台市で行われ、ドラゴンズから戦力外通告を受けた三ツ俣さんらが参加しました。三ツ俣さんは今シーズン58試合に出場、自身初のサヨナラタイムリーを放つなど、立浪ドラゴンズでも存在感を見せていましたが、戦力外通告を受けました。戦力外ということで、僕自身の中ではまだ野球を続けたいという気持ちがありますので、トライアウトは受ける方向ですとコメントし、迎えた2022年11月8日、まずはショートのポジションで軽快な守備を見せると、一人三打席と限られたチャンスの中でヒットを放ち、ここ一番の勝負強さをアピールしました。ラストチャンスというか、今年1年間やってきたことを出せたらいいなという思いでやりましたとコメントし、その結果ヤクルトが獲得しました。最後に三ツ俣さんの心境の変化についてですが、さらなる内野のユーティリティ化に意欲をみなぎらせています。一軍定着を目指す新天地で内野全部をやる気持ちでいますと宣言。ファーストはやったことがなかったが、いろいろ幅が広がると思うと背筋を伸ばしました。きっかけは一つのアドバイスだったとのこと。2022年11月11日に秋季キャンプに合流後、森岡亮介内野守備走塁コーチのどこでも守れる準備をしていこうに共鳴。プロ13年目を迎える来季は一皮むけたプレーで、球団初の3年連続セリーグ制覇を目指すチームに貢献するつもりです。そんな三ツ俣さんは移籍したばかりのチームで秋季キャンプに参加。若手と共に汗を流しているメンバー最年長は、ドラゴンズと雰囲気が違いますし、最初はかなり緊張したんですけど、後輩たちが声をかけてくれてやりやすいと感謝しました。森岡コーチは三ツ俣さんの進化プランについて、出場の幅が広がる、なんといっても一軍で生き残れると説明。来春キャンプから本格的に挑戦する方針です。今後の三ツ俣さんがどのポジションで活躍するか目を見張りたいですね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。